おかえり。おかえりだ。高知空港の到着ロビーには多くの人の姿が。帰省で、はい、久しぶりです。高校の時のお友達と遊びます。そうですね、やっぱ祖父に久々に会えるので、まあ、そこはやっぱ楽しみかなとですね、はい、なんか家でゆっくりしようかなと思ってますね、はい、龍馬像と記念撮影をしているのは埼玉から観光でやってきた家族です。歴史的なところも興味あって、はい、カツオとか美味しい食べ物を食べたり佐久本龍馬の記念館とか行ったりしたいです。朝ドラのランマンを見てこっちに来たいなと思って、あの植物がもともと好きなのですごく楽しみに来ました。空の便の混雑は今日がピークで、東京や大阪からの便はほぼ満席となっています。また JR も今日の岡山からの特急は全便で乗車率が 100% を超えています。なお U ターンラッシュのピークは空の便が6日と7日、JR は5日となる見込みです。